こんにちは、マネーの研究室の立花龍馬です。今回は au 株コム証券と au 自分銀行の連携、 au マネーコネクトにデメリット注意点はあると疑問を持つ方向けに、 au マネーコネクトのメリットを復習しつつ、デメリットや注意点について詳しく解説していきます。もしこの動画が役に立った、勉強になったと思ったら高評価をいただけると嬉しいです。それでは本編に入っていきます。au 株コム証券の口座開設や申し込みを進めていくと、右の図のような au 自分銀行の口座開設の申し込み欄が出てきます。他にも au 関連のサービスを利用していると、こちらの図のような au マネーコネクトのお得なキャンペーン情報もよく見かけると思います。ここで思い浮かぶ疑問が、 au 株コム証券と au 自分銀行の同時開設や連携は必須？連携 au マネーコネクトに注意点やデメリットある？などの疑問・質問です。そこでこの動画では、これらの疑問点を解決するために、 au マネーコネクトとは何か、特徴やメリットの復習・解説、また au マネーコネクトの注意点やデメリットの解説、そして動画のまとめと、現在開催されている au マネーコネクトのキャンペーンについて内容や参加方法を紹介していきます。それでは動画の本編に入っていきます。まずはじめに au マネーコネクトとは何か、簡単に解説していきます。au マネーコネクトとは、 au 株コム証券と au 自分銀行の口座連携サービスです。この au マネーコネクトを行うことで、高金利やキャンペーン特典などのお得度、さらに投資を行う上での利便性が大幅にアップします。次に au マネーコネクトにはどんなメリットがあるのか、具体的に見ていきます。 au マネーコネクトを行うメリットは主にこちらの3つがあります。au 自分銀行の普通預金金利が最大 0.2% になる。自動入出金サービスで、証券口座、銀行口座間の投資資金の移動の手間がなくなる。口座開設や連携キャンペーンでお得に現金がもらえる。の3つです。お得度、利便性の両面でメリットが大きく、au 株コム証券、または au 自分銀行のどちらか一方の利用を検討しているのであれば、連携して使うのがおすすめです。au マネーコネクトの特徴やメリット、設定方法に関する詳しい解説は別の動画で解説しています。動画の概要欄にリンクを掲載しておきましたので、気になる方はぜひご覧ください。au マネーコネクトの特徴やメリットを復習したところで、本動画のメインパートである au マネーコネクトの注意点、デメリットについて解説していきます。はじめに au マネーコネクトの注意点を列挙しておくと、主に以下の3点が挙げられます。au 株コム証券と au 自分銀行の自動入出金スイープ機能に注意。au マネーコネクトで受けられる最大金利の条件がやや複雑。さらに今後のサービスの改変、お得度の低下に注意の3つです。基本的にメリットが大きい au マネーコネクトですが、これらの注意点を頭に入れて活用していきましょう。それでは各デメリット、注意点について一つずつ解説していきます。早速一つ目の注意点、自動入出金スイープ機能から解説していきます。 au 株コム証券側で au マネーコネクトの設定後に、不足金自動振替サービスオートスイープを設定すると、 au 自分銀行から au 株コム証券へ投資資金などを自動振替することができるようになります。通常投資信託など投資商品を買い付けする場合、一度証券口座に入金してから、その資金で購入できる株や投資信託の買い付けを行う必要があります。しかし、不足金自動振替サービス等を設定すれば、事前に入金操作を行う必要がなく、買い注文時に au 株コム証券の口座で不足資金があれば、au 自分銀行の預金残高から自動入金することができます。逆に、証券口座で投資商品を売却した資金は、通常必要な出金操作をする必要がなく、au 自分銀行へ自動的に出金することができます。銀行口座と証券口座の入金、出金の手間がなくなるので、投資を行う人にはかなり便利なサービスですが、投資余力の不足分を au 自分銀行のお金で補ってしまうので、生活費などの必要なお金を au 自分銀行に預けている場合には注意しましょう。ちなみに、この不足金自動振替サービスは、利用するかしないか自分で選べるので、不安な方は利用しなくてもいいと思います。こちらの図は au 株コム証券の画面ですが、利用するにチェックをしなければ、不足金自動振替が行われる心配はありません。次に注意点の2つ目、au まとめて金利優遇の条件について解説していきます。au 自分銀行は最大 0.2% の普通預金金利が適用されますが、 au マネーコネクト以外にも2つの条件があるので頭に入れておきましょう。まず au マネーコネクトを行った時点で au 自分銀行の預金金利が 0.1% にアップします。
これにプラスして au ペイカードの引き落とし口座を au 自分銀行に設定することでプラス 0.05%、 さらにスマホ QR コード決済アプリ au ペイの銀行口座連携でプラス 0.05% の優遇金利が受けられます。このように3つの条件を満たすことで金利が 0.2% になります。0.2% の金利を受けるためには、本動画で解説した au マネーコネクト以外にも2つの条件を満たす必要がありますが、au ペイカードの投資信託積立などを合わせて活用することで au 経済圏を満喫できます。ちなみに au ペイカードでの投資信託の積立とは、 au 株コム証券で投資信託の積立を行う際、積立金額を au ペイカードで決済できるサービスです。このサービスのメリットは、積立金額の 1% 分がポンタポイントで還元される点です。一般的に投資で確実な利益が上がることは不可能ですが、 au 株コム証券のクレカ積立を利用すればポンタポイントの還元が確定にもらえてしまいます。また au ユーザーの方であれば還元率が最大 5% までアップするので、 au ユーザーの方やポンタポイントを貯めている方は利用を検討したいサービスと言えます。少々話が脱線してしまいましたが、話を戻して au マネーコネクトの3つ目の注意点、お得度の低下、解約について解説していきます。現状 au マネーコネクトで金利の低下は起こっていませんが、楽天証券の楽天マネーブリッジや SBI 証券の SBI ハイブリッド預金など au マネーコネクトと類似の他のネット証券、ネット銀行の連携サービスでは金利の低下、解約が発生しています。そのため au マネーコネクトの金利低下や au まとめて金利優遇の金利低下が将来的に起こる可能性がある点も考慮して利用しましょう。とはいえ、現時点では楽天証券や SBI 証券など他のネット証券と比較するとお得なサービスが多いので、今のうちにフル活用してお得を満喫しておきましょう。最後に au マネーコネクトのお得なキャンペーンについて紹介しつつ、本動画をまとめたいと思います。現在 au 株コム証券では au 自分銀行との連携入金で現金がもらえるキャンペーンを開催中です。なんと au 株コム証券と au 自分銀行の口座開設後、 au マネーコネクトを行い入金することで漏れなく現金がもらえます。口座開設時の1回限りのメリットですが、無料の口座開設と au マネーコネクト入金だけで投資を行わずに現金がもらえるので、 au 株コム証券の口座開設を行う方はぜひご活用しましょう。動画の概要欄にキャンペーンの詳細や参加方法をまとめた記事リンクを貼っておきましたので、ご興味のある方はご覧ください。ちなみに au 株コム証券と au 自分銀行の口座開設は au 株コム証券の口座申し込み時に一緒に行います。 au 株コム証券の口座開設の申し込みを行うと、右の図のような画面が出てくるので、同意して申し込むをクリックすることで au 自分銀行の申し込みも au 株コム証券と同時に行います。au 株コム証券と au 自分銀行を同時開設する方法や申し込みページは概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はご覧ください。はい、それでは今日の動画の内容をまとめていきます。 au 株コム証券と au 自分銀行は au マネーコネクトをすることで優遇金利や利便性の向上など多くのメリットがある。ただし au 株コム証券で投資を行う方は自動入出金サービスに注意、またサービス内容の変更やお得度の低下の可能性を頭に入れておく、このような内容でした。 au マネーコネクトは au 株コム証券で投資する人にとって利便性の高さや高金利など多くのメリットがあるので、注意点を頭に入れて活用していきましょう。またわからないことがあれば YouTube のコメント欄や Instagram、Twitter などから気軽にご質問ください。そしてこの動画が役に立った、面白かったという方は高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。皆さんのコメントやいいねなどの応援が大変励みになっています。本当にありがとうございます。マネーの研究室ではお金に関する様々な動画を配信しています。面白かった、役に立ったと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。